しかもね、そうやってね、その欧米民主主義がね、東アジア、まあ、党は、君主主義を目の敵にする理由っていうのはね、その民主主義と君主主義は違うけど、そこ誤解してませんかみたいなね。そういう釜のかけ方っていうのはね、そもそもね、東アジアが全然ね、うちを守れてなかったところか、うちに対して狼藉三昧やったやろ。その代表的なあれが天皇やん。天皇みたいな満州民族、パクリヤンバンを日本侵略させてな。あいつら外人どころか地球人ちゃうねんね。つまりバンコって地球人ちゃうねん。そもそも。そんな奴らを天皇に祭り上げて。で、本来の、地球人である、うちらの民族を迫害し、搾取し、今も。しかも地球本人である、うちに対して、狼藉先輩やろ、お前ら。そこを問われてんねんで。で、それが、東アジア型の民主主義なんですか、って。え、それが君主主義ですか、言い換えたら。へーって言われてるわけ。アマテラスを、迫害して、キリがない日本という国がね、諸外国から意味嫌われてるんですよ、その犠牲さっぷりが、ね、で、当然それぐらいの罠はかけてきよるで。ね、わかるかな。やっぱり東アジアは偽物だった。嘘つきだったと。汚らわしき犠牲者だったと。その証拠が出てるから、それを今から回収しようね、あいつら。お前ら失格って、東アジアに言いたいわけやねん、東アジア以外が。まさにそうでしょ。そんなことばっかりしてきたよ、お前ら。ね、それは中国、朝鮮半島、日本列島だけじゃないで。満蒙もそうや。モンゴルとか満州もな。そいつらも、同じ穴の文字なくない、な東アジア一味や。一座言うかな。そいつらじゃダメだったよねってことや。要するにね。